こういう施設だと電源装置がありそう。っていうかありそう。うわ、なんだこの、なんだこのハリボテランド。ハリボテ住宅がいっぱいある。なんすか。電源装置絶対あると思う。どこだ。19レベルか。見つかん、あ、これあった。あったあったあった。ちょっと迂回する必要があるな。これ警報装置じゃね？これ警報装置。あ、それ違うのかな。何もマーク出ないけど、まあ電源切る分には関係ないけどね。じゃあちょっと俺は電源を切ってこようかな。はい、まずはね、電源を切ってから敵の数を減らす。そっちの方がいい。ね、もうそろ壊せそう。もうそろ壊せそう。あ、待て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 。敵二人？二人いるな、ここ。結構280m。 一人移動した。け、あいつをやっちゃうか。ああ、動いちゃう。橋の端からもうちまちまやっていこう。オッケーオッケー。オッケー、電源止めた。こういうのってね、敵が。敵がいる可能性が高いぞ。了解、警戒しておく。なんかマップ黄色くはなったけど。うん、大丈夫。なんだとかはそういうのない。わ、な、なにそれ、なにそれ、なにそれ。あ、待っ。いやあ。いやあ。死んでるけど。何それ、無人機みたいのが接近してた。あ、もう今完全に死んだ感じ。待って、俺メディックドローンだから自己蘇生が、自己蘇生ができた。で、逃げる逃げる逃げる。な、な、なにそれ、なにその無人機。ちょっとちょっとちょっと。いや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 、交代しろったって。いや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 、マジかお前。うわ、まだ無人機がいる。あっかーん。死んじゃいそう。死んじゃう。あ、メディックドローン。ね、それずっと使えんの。え、うん、どうなんだろう。でも生き返るから、生き返るから使っちゃおう。いや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 、よしよしよし。メディックドローンってするる。し、メディック、メディック。あ、ドローンダメだ。あ、さすがにダメだったもん。さすがにダメだった。ここ近くモヤモヤあるんだけどな。ここたくさん敵いる。あ、捜索中止。多分死んだらまたそっちからリスポーンだよね。あ、そういう感じ？うん。どうなんだろう。え、それ死亡まであと何秒とかある？25秒。無理だわ。無理。結局ランボー。電源切ったからってさ、敵だってすぐ生きる？電源をチェックするとかってそういう感じでやってくんないのか？あ、そうはならないんだね。
そうはならない。俺はそっちを想定してたんだけどな。あと、あのよくわからん無人機、撃っても壊れなくね？何あれ？いや、あれ、壊れるけどね、すごい硬い。クソ硬なんだけど。で、救急キット。あ、待って、敵来てる、敵来てる。なんで？なんで？なんで？俺は今、包帯を巻いてるとこ。ちょっと。いや、この無人機恐ろしい。無人機をなんとかしてくれ。もうこっからじゃ無人機撃てねえんだよな。あ、落ちちゃった。無人機をなんとか。ゲロ硬い。じゃあ、これ管制塔に敵がいるかも。ちょっと離れよう。やめて。俺は無人機をなんとかしたい。無人機無視。一回管制塔に行く。あれ、これなんか手を打たれた。あ、弾切れ。無人機。これ本当に無人機なのかな？実は有人機なのかな？いや、無人機だな。オッケー。おーい。パーツ。ブーツが取れた。なんで無人機からブーツ？ああ、素晴らしいステルスだった。素晴らしいステルス。無人機ピコピコうるさかったけど、何のことだろう。ドローンの残骸から情報を回収する。俺んとここれスキルポイントあるよ。あ、オッケー。完成塔の上かな。負傷してて全然走れん。修理じゃねえや、包帯巻いて。おかしいな、今のところ完全なステルスができてないんじゃない。今のところ普通のステルスしかできてない。何普通のステルス。普通のステルスとはから始まるんだけど。いや、完璧なステルスってのは、誰にも一切見つからず、だけど敵は完全に殲滅みたいな感じで、普通のステルスとは、目撃者が消えるステルスで。目撃者がステルスしちゃった。そう。あ、これだ。データゲット。データゲットか。いや、ドローンの残骸から回収するものは変わんないよ。あ、でこれまだ上いけるんだ。そう、結構いける。これさ、飛び降りてパラシュート開けると思う？思う。いや、俺思わない。やんねん。いけるかな。だってこの前開かなかったんだよ、俺開いて行ってみるか。あ、違う。よし。あ、そもそも乗り越えれない。あ、そういう、そもそも乗り越えれない。ダメだ俺。あ、この無人機起爆装置たくさん取れるから C4 とかグレネードの材料になる。あ、取れた。オッケー。マジか、俺も取れた。あ、これか。目標達成。ああ、で、カードをアンテナのところに持っていく。シリアルキーだって。あ、これで、秘密の何かを、勝手に、閲覧。
しちゃおうっていう魂胆がね。秘密の何かを。え、これどうやって何あ、はしごあった。同じとこに包帯、同じとこに包帯巻いてるの。あれあれ、ちょっとちょちょなんか登りづらいよね。うん。あ、またこう、こうじゃない。なんで今ちょっとローリングしたの。いや、もうそのサイドボタンローリングでさ、もう刺さっちゃったもん。これだ。その帽子よ。なんだよ。いいだろ。なんかに出てきた。それじゃあ昼と合流して次を考えよう。はい、次考えましょう。開かれ。あ、俺先に。ゲッチ。ハンドウェアだ。いい押してたんだけど。何でも、何でもいいが、MP5 を使おう。ハンドウェア。軽量ブーツ。なんか強そうな名前知る。お、何これ、武装機じゃない？このヘリ。撃てる系のやつ。撃てる系のやつだ。アパッチじゃないのこれ。よいしょっと。おーい。おい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 。なんか撃ってるけど。おお。煙、煙たい。ほら、乗れ。おお。乗れ。すごい。ガンナ席じゃん。乗れ。おお。おお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 おロケットはあんまり出てこないんで、これ。俺これしか撃てないね。いや、俺常に標準の真ん中にトライつても当たんないんだけど、あいつら。行きましょう。ちょっと、マジでこれ、どうかしてるん？敵なんかそういうカゴついてるよ、弾よけるな。これ、ロケット全然出てこない、これ。あ、ロケットこれ、切れてる。あれ、個数制限ある。なのかも。あ、ここか。あ、煙たい。霧出てん。オッケー。おお。なにここ、セーフハウス？なんもいない。あ、登れない。これなんかブリッジングトーチで穴開けれるらしい、ね、へえ。あ、普通に あるやんか。ああ、待って、イベント入る系のやつだった。これそういう系。ジョサイア、これは何人か見つけた。ジョンソン、ウィーバー、いいやつらだった。ウォーカーの狙いは何なんだ。狂ったんだ。例のボーンの一件以来な。あの時止めていれば。あれはボーンがクズだった。ああ。だがああなるべきではなかった。
何の真似だ。いや俺撃たれるんじゃないかと思って。ここは味方の村だぞ、ボン。村人協力者だ。女が武器を、銃を持って。ならどこに銃があるんだ。ほら武器を持ってる。なあ、仕方なかったんだ。最悪だな。終わりだな。これ以上俺の時間を無駄にするな。待て、おかしいだろ。やったのはお前だ。違う、お前のせいだ。いつも俺をバカにして。おいおい、お前は間違ってる。クソ、父さんが絶対に黙っていないぞ。このウジ虫が父親に泣きつくのか。そういうことか。問題を起こすたびに誰かに責任をなすりつけて逃げるんだな。それで危なくなったらバカみてえに父親が助けに来てくれるのを待つってか。言っておくが、父親はここにいねえぞ。うるせえ、俺は優秀だ、優秀な兵士なんだ。てめえは何一つ価値のないクズだ。待て待て、そこまでだ、ボン。その武器を渡せ。ほら。ウォーカー、もううんざりだ。ウォーカー、何のつもりだ。こいつはすでに。これで終わった。それにこのクズを殺せなかったら俺たちが村から狙われる。正気か、ウォーカー。あとは知ってるな。あんたは証言せず、ウォーカーをかばった。証言すべきだった。そうすればこんな状況になんて。いや、それで合ってる。死んだ部下にもそう言ってくれ。スケルの手がかりは？こっちはこれを見つけた。ほい、メール。調査完了しちゃって早い。地下研究室はまだ無事なはずだ。調べに向かおう。いや、俺はウォーカーの兵を追う。目的を突き止めたい。たとえ馴染みの顔でも味方だとは思うな。お前もな。またここで合流しよう。ウォーカーさん。元は仲間だったんだけどね。冒頭で仲間撃ち殺してたからね。新たなミッション、敵の敵、ジェイス・スケル。敵の敵。スチール2ブーツ、強そうだな。強い。ジェイス・スケルはセンティネルの追ってから逃れ、秘密の研究所に潜んでるだって。
だが捕まるのは時間の問題だろう。できるだけ早く彼を発見してエレフォンに避難させなければならない。はい、これ。さあ。そんな。絶対また邸宅じゃない？ね。本社とか言いながら。ミサイルを撃ってやりたいね。